んな感じでしたか？子供の頃はですね、はい、バレーボール始めたのが小学校4年生なんですけど、高校生あたりまではもうずっと細くて、はい、ガリガリというふうに言われることは多かったですね。確かに未来のオリンピック選手とは思えない華奢な体。しかしその才能は瞬く間に開花。ここから石川選手のサクセスストーリーが幕を開けます。高校2年生と高校3年生は全ての大会で優勝してます。高校時代にはなんと2年間負けなし。低迷が続いていた日本男子バレー期待の星に、ここで栄光をつかんだんですね。そうですね。そして大学時代、人生を左右する大きな決断をします。輝かしい成績を引き下げ、世界最高峰イタリアのトップリーグに挑戦。異国の地でもそのポテンシャルを存分に見せつけると、日本代表として初のワールドカップで大活躍。日本の新エースとして一躍脚光を浴びました。とここで鉄拳さんに1枚石川選手のイメージをデッサンしてもらうことに。すげえ、あのまバラバラで見てたやつと同じような形で描いていただいたので光栄です。はい、うまっ。瞬く間に日本のエースへと成長した石川選手。しかしそのバレーボール人生は決して順風満帆ではありませんでした。イタリアでの激闘、大学リーグ、日本代表と休みなく試合に出続ける石川選手の体は限界に近づいていました。さらに出場をかけた何よりも大事な試合で無念の負傷退場。この時点で日本リオデジャネイロオリンピック出場なくなりました。やっぱりコートに立って、プレーできて、こその選手だというふうに思っているので、あ、まあ、それすらできていない自分は悔しいというか歯がゆい気持ちではありました。ここから石川選手のバレーボール人生には常に怪我がつきまといます。リハビリに励んでは怪我の繰り返し、大会を通して戦い抜くことができない日々が続きました。怪我をしてどうやってその維持をしたかっていうか、気持ちの周りに支えてくださる方がたくさんいるなっていうのは、まあ、常に日頃から感じているので、まあ、そういった方たちのためにもやっぱり頑張らないとなっていう思いにはなりますね。バレーボール人生で初めて味わった挫折、どん底に落ちた石川選手を支えたのは周りで応援してくれる人たちの存在でした。思いを胸にいざ東京オリンピックへ。2年前のワールドカップで完全復活を遂げたエースは今年からキャプテンに就任。日本の大黒柱として世界に挑みます。今どんな気持ちですか？僕はオリンピックは、支えてくださった方々への恩返しの舞台だというふうに思っているので、本当に感謝を、伝えたいなというふうに思っているし、まあ、やっぱり結果を出してたくさんの方に喜んでいただきたいなというふうに思いますし、僕自身の今まで経験してきたことだとか全てをぶつける場だというふうに思っているので、まあ、自分自身の最高のパフォーマンスを東京オリンピックの場で披露したいと思います。これでちょっと石川選手の物語がちょっとまとまりそうなんで、はい、いいものを作りたいと思います。よろしくお願いします。果たして石川選手のバレーボール人生はどんなパラパラ漫画になったのでしょうか？僕と君とでは何が違う？
孤独も報われないことがあるだけどね、それでもね、今日まで歩いてきた日々を人は呼ぶ、それがね、奇跡だと。いや、めちゃくちゃ感動しました。今までやってきたことを思い出しましたし、僕試合のバスで移動すると思うんですけど、その前に見ようかなとか今考えてたりだとか、非常にモチベーション上がる映像になっていたので、まあ、非常にありがたいですね。石川選手への応援サプライズは大成功。最後に東京オリンピックへの意気込みを改めて伺いました。支えてくれた方がやっぱりたくさんいるなっていうふうには思いましたし、改めてこの東京オリンピックが恩返しの場にぴったりだなっていうふうにはこの映像を見ても伝わりましたし、子どもたちに対しても明るい希望や夢を与えられるようなプレーをこの東京オリンピックではしたいというふうに思っています。村上さん、石川選手いろんなことがあったんだなって。